写真拡大。阪神大山祐介内野手24が29日鳴尾浜を訪れ、来季のレギュラー争いに闘志を燃やした。新外国人として基本合意したジャスティン・ボア内野手31、エンゼルスの4番一塁構想に伴い、来季はジェフリー・マルテ内野手28との熾烈な三塁争いが予想される中、競争に勝ち抜くことを誓った。4番の座も三塁もがむしゃらに掴みに行く。鳴尾浜で大山は表情を引き締めながら、激しい競争に勝つことを力強く宣言した。そこ、競争で勝っていかないといけない。勝つだけ。それに向けてしっかりやるだけだと思う。27日に新外国人としてボアと基本合意したことが判明。米大リーグ92発の大砲のポジションは主に一塁。マルテは今季全試合で一塁についたが、もともと三塁を主戦場としており、大山にとって定位置争いをする直接のライバルとなる。プロ3年目の今季は開幕から108試合連続で4番を務めたが、不振に陥り、8月10日の広島戦京セラ以降はその座をマルテに明け渡す悔しい思いも味わった。全143試合に出場でチーム最多の14本塁打も、来季のレギュラーは確約されているわけではない。矢野監督もそりゃ毎年競争だからと話しており、新戦力の加入による活性化を期待している。まだまだです。また一からだと思うので、毎年待ち受ける激しい争いを勝ち抜くためにたるまずに練習に励む。流した汗の分だけレギュラーに一歩ずつ近づくと信じて、折原翔平。